平成31年2月23日、新たに歯科航空外科が開設された麻生医療センターで、開設記念事業として、式典や診察室の見学会、また講演会が行われました。医療関係者などを招いて行われた記念式典では、管理者として、海豊委員長の式辞や、また病院開設者として、 佐藤義之阿蘇市長からの挨拶があり、その後、開設された歯科航空外科の診察室の入り口で除幕式が行われました。続けて、診察室の見学会があり、阿蘇市を中心に招かれた歯科医などが熱心に設備などを見学していました。歯科航空外科は、口の怪我や粘膜の病気、航空がんなどの治療を行い、また、 阿蘇医療センターでは、他の病気を治療中の患者の口に関するトラブルを、その担当医と連携を取りながら治療していきます。入院が必要な手術も可能で、これまで阿蘇地域になかった歯科航空外科の開設により、地域医療のさらなる充実が期待されています。記念の講演会では、航空外科に関する様々ままな症例や航空がんのセルフチェックの大切さなどが紹介され、